眠れるラジオ。褒めてほしいのコーナー。こんなに頑張ってるのに誰も褒めてくれないなとか、褒めてはほしいけど人に言うほどでもないなとか、こんな出来事を送ってください、よろしく、なんつーコーナーですわい。行くか最初のコーナーね。めっちゃ疲れてますよね、眠いマジで。やってる間に目覚めるといいね。ねえ、さあ、兵庫県お住まいのラジオネーム、たくちゃん。ガスケツさんこんばんは、いつもお世話になっております。僕の趣味はペン回しなんですが、とある YouTube さんのチャンネルで、YouTuber さんのかな、ペン回しのコラボレーションビデオに出ました。だけど僕の周りにいる友達はペン回しに興味がなく、僕が俺ペン回しの動画に YouTube で出たんだよねって言ったら、友達がふーんって興味なさそうに返してきたので、僕はちょっと落ち込んでしまいました。なのでガスケツさん褒めてください、お願いします。ペン回しな、ちょうど俺が中学生の時にこう世の中にね、こうなんか競技ペン回しみたいなのがこうなんか出てきたような記憶がある。でね、あのペン回し専用のペンあるじゃない、なんかあれがね出てきてね、なんかみんな持ってた。ああ懐かしい。でみんなくる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 回してたね、休み時間に。僕はね2つしか技ができない、普通に回すのとそれを逆に回す、なんつったっけな、なんかね技の名前があんのよ、なんだったっけ、なんかねなんかポパポーンみたいな、ポコポーンみたいなねそうなんだっけ、ペン回しね、ちょっと調べるわ。逆回し、あこれハーモニックだ、あの逆回しと普通の回し方をこう交互にずっと続けるっていう技なんだけど、全然ポパポーンじゃねえわ、ハーモニック、これだこれだわ、これはできる。もうでもそれ以降は全然ね、いや難しいのよ意外と、ペン回しも練習が必要で意外と奥が深いんですよ。そうなんですよ。いやねみちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと一回目覚ましてくる、ちょっとだけ待ってて、みんな、カットするけど、はい戻りましたね、ペン回しねちょっとまあ多少目は覚めたかな、コーヒーも飲み、まあだからそのね、その奥が深いペン回しをもう頑張ってね YouTube チャンネルにこう出してもらえるぐらいになったっていうね、いやすごいな、なかなかやっぱり練習いるもんな。次はね、ガスケツっていうね YouTuber にお便り読まれたんだよねって、自慢しちゃってください、あとペン回しはね、あの浪人回しとも言われてるんで、あのほどほどに、はいさあ次行きましょうか、三重県お住まいのラジオネームドーパミンさん。私は腹鳴恐怖症という、お腹が鳴るということに対して朝から恐怖心があり、いつも学校に行くとき帰ってくるときヘトヘトになります。腹鳴恐怖症で学校が嫌になっても学校に頑張って行っている僕を褒めてください。初めて聞いた、腹鳴恐怖症ってのがあんの、お腹なんのは怖いんだ、腹鳴恐怖症、人前でお腹が鳴ることに対して極度の緊張や不安を感じてしまいます。そのことが気になるあまり他のことに集中できなくなったり、講演会やコンサート会場に行けなくなったりしてしまったりもします。へえ、これなんかやっぱきっかけがあるのかな。いやなんかいろいろあるじゃない恐怖症、あの集合体とかさ、先端とかさ、兵所高所ね、いろいろあるけど、お腹なんの怖いは初めて聞いたなーねー。いやもう全然理解できんけど、でもまあ当事者にしかわからない辛さみたいなのもあるんだろうね。いやでも大変そうだな、それが怖いって。いやそんな中でね、頑張って学校ちゃんと通ってるということで、いや偉いな。いやいろいろあるな。はい、ありがとうございます。次行きましょうね。神奈川県
お住まいのラジオネーム、弟の世話疲れすぎたさん、ガスケさんどうもこんばんは。初めてのお便り失礼します。私は中学1年なのですが、5歳の弟の面倒を最近に週に3回以上はしており、ママチャリで遠くの公園まで行ったり、おもちゃを買いに行ったりしています。29日に弟がガンプラを買いたいと言い、そのガンプラは RG というパーツが多いやつで、家に帰って少しやっても終わる気配がないのを弟を喜ばせるためにガンプラを夜な夜な作り、10時から6時の8時間かけて作り、とても疲れたのに、その日も弟の面倒を見たので8時間かけてガンプラを作り上げたことと、ものすごく面倒を見ている私を褒めてください。分作るの下手で長くなってしまってすいません。いつも見てます。頑張ってください。はい、ありがとうございます。なんだろう、親忙しいのかな。いやでもなー、すごいな、そんな若くしてちっちゃい子の面倒見るっつうのは。いやーねー、トトロの、ごめん、俺どっちがメイでどっちがサツキかもう忘れちゃったもん。お姉ちゃんあのお姉ちゃんもすごいしっかりしてるけど、まあ、あんな感じのお姉ちゃんなのかな。いやすごいな、俺が仮に中1だったとして5歳の弟がいたら、そんなちゃんと面倒見てたのかなってね、思うよね。なんかやっぱ親任せだったからな、すごい当時、ねと思うけども、まあでもガンプラは確かにね、大変だったかもしんねえし、すげえよくやったって感じなんだけど、絶対作らせた方がいいよやっぱプラモデルはやっぱね、こう作る過程に意味がある気がするから、あ、まあガンプラ自分で作れないんだったら買わない、買わない、もうダメだよっつって、そういう厳しさも時には必要かもわからんすね。まあ、お姉ちゃんが疲れちゃうんだったらね、はい、ということで、すごい立派な中学生でした。はい、次行きましょう。京都府お住まいのラジオネーム、感謝のキムチさんです。ガスケツさんこんばんは。毎日寝るときにラジオを聞かせていただいております。早速私の褒めてほしいことは、大学の間バイトを3年半続けたことです。いろいろあり夜の世界に足を踏み入れてしまい、人見知りで人の顔色ばかりを伺ってしまう私が、こんな仕事できるわけないと思っていました。ですがいいママや女の子に支えられ、3年半の間でいいお客さんをつけることができ、常に売上上位にとどまれるくらいに成長することができました。大学の授業に寝ずに行ったこともありましたし、胃が痛くなることもありましたが、とてもいい経験になりました。今年の4月からは社会人1年目として社会に出て働きます。これからももっともっと辛いことがあると思いますが、3年半お客さんにセクハラされても暴言吐かれても負けじとニコニコやりきった私をどうかどうか褒めてください。長文失礼しました。これからもガスケツさんのラジオ楽しみにしています。いやなんかこう夜のお仕事してる子って絶対社会に出てから強いよな。なんかおじさん相手にさ喋り慣れてるって相当なアドバンテージな気がする。もういいな、もう俺おじさんと話すのもう今もう慣れたけどさ、もう就活ん時とかも全然ダメだったもん。面接もうダメダメ、おじさんと全然仲良くなれない。ダメだな、ほんと。でしかもさ、なんつうんだろうな、ノウハウがある程度溜まってるわけじゃない、売上上位ってことは。あ、こうやったら人は自分を好いてくれるんだなみたいなノウハウが溜まってるわけじゃん。これは本当に強いですよ、ビジネスマンとして。マジで結局ね、やっぱこう仕事取ってこれたりとか、あと出世してったりする人って結局人たらしというかね、みんなから愛されてる人だから、やっぱその経験ちゃんのほんとすげえことよ。いやだからそれで人見知り克服できたっつうのもね、いや生きてんだろうな。今もう社会人1年目やってんだろうけど、これちょっと前のお便りなんで、いや引き続きね、頑張りすぎずにね、頑張りすぎずに頑張っていただければなと思いますよ。
じゃあ次最後、東京都お住まいのラジオネーム 100m 走のランニング竹原さん、ガスケツさんこんにちは。いつも心地よいラジオありがとうございます。私は今日親知らずを2本抜きました。私の親知らずは横向きに生えている影響で手術が必要で、町の歯医者から大学病院に行くよう言われました。大学病院での手術は研修生が行うことを事前に説明され、今後の医学の発展にも必要なことだもんなと承知して手術をお願いしました。しかしいざ手術が始まると、大丈夫ですか、痛くないですか、安心してくださいねという気遣いの言葉もなく、まるで私は物かのように扱われました。ただでさえ研修生に体をいじられるのが怖いのに、何も声をかけてくれないと不安で不快な気分で気が気ではありませんでした。スキルを学ぶことで精一杯なのは分かりますが、ほんの少しだけ気遣ってもらいたかったです。私は今就活生なのですが、3月に入って就活が解禁になり、精神的に辛い中でじんじん来る歯の痛みに耐えながら志望動機を必死に書いています。2週間後今度は反対側の親知らずを抜く予定です。また同じ扱いをされるのかなと考えてしまい、正直行きたくありません。痛みに耐えながら頑張る私を褒めてほしいです。いや怖えー僕も歯列矯正をね今してまして、4月からやってるんですけど、抜歯をするんですよ。で僕4本歯抜いてるんですけど、便宜抜歯っつってね、健康な歯を4本抜くんですよ。ちゃんと並べるためにスペースを作んないといけないわけなんで、で4本抜いてね、2週間おきぐらいに2本ずつ抜いたんだけど、それですらやっぱ怖かったもん。研修生じゃない結構ベテランっぽい感じの歯医者さんに抜いてもらったの、本当おじさんで、すごいなんか気前のいいというかね、なんかすごいこうフランクな感じのね、色黒のおじさん司会で抜いてもらったんだけど、それでもやっぱ怖かったもん、歯抜くのって。いや抜くとき痛かったらどうしようとか、その後もさ、もうね、すごいじゃん血が、あれも怖いしさ、痛むしさ、で血平つね、血のね蓋ができるのよ、ちょっとドロッとした、あれが剥がれちゃうと治るの遅れちゃうよみたいな、あれもなんかあーってなるしって思ってたけど、それを研修医にやられるの怖いね、なんかね物かのように扱われ、いやでも言ったらもうそれ怖いですって、もう研修医嫌ですって。いや俺も嫌だ、もう歯抜くだけでも怖いのに、それちょっとねえ、やったことない人にさせんの怖すぎる。協力費ぐらいあってもよくない？僕治験のバイトっていう、薬飲んで血液取られるっていうさ、やったことあるんだけど、あれね、2泊して9万円もらえんだよ、あれ。大学生の時やったんだけど、そんぐらいあってもいいよね。9万とは言わないけど、ちょっと2、3万ぐらいお支払いしますんでっつってねえ、そんぐらいないと嫌だよね。いやそんな中ねお疲れ様でございます。よく頑張っておりますよ。はい、ありがとうございました。ということで、褒め年のコーナー以上となりまして、眠れるラジオスタートです。ガスケツの眠れるラジオ、皆さんこんばんは、そしておやすみなさい。眠れるラジオガスケツです。このラジオはよく眠くなると言われる僕の声とヒーリング音楽を一緒に聞いていただき、気持ちよく寝落ちしていただこう、そんなコンセプトでお送りしております。今日も聞いていただきありがとうございます。このラジオで眠れた方、ぜひね明日も聞きに来てください。よろしくお願いします。いやー、なんかYouTube さんからなんかメールとかで、メンバーシップやった方がいいっすよ、あなたって。あなたメンバーシップやった方がいいっすよって、すごい来んだけど、何してほしい、俺に。何をやったらみんな入ってくれるの？いや、なんか、仮にやるとしても、一番低い値段でやろうと思うんだよ。300円ぐらいかな。
なんだったらみんな入るんだ何をしたらいいんだ俺は。いやなんかあんまりその YouTube にさフルコミットできないからさ、俺時間があんまりないから、あの週一のこの更新ですらちょっと今週どうしようかなみたいなレベルだから、どうしようかなって感じなんですけどね。いやなんか、いやでもさ仮にさ、まあ、メンバーシップやったら YouTube の収益がプラス 50% ぐらいになりますみたいな、まあ、であればもうちょっとね YouTube に避ける時間も増えるからとか思うから、だったらやろうかなっていう気持ちも多少ありつつも、俺は何を皆さんにこう提供できるんだろうみたいなさ、アルティメット添い寝彼氏シリーズはメンバー限定であるかうわそんな毎週毎週出せないかもしれないけどさ、まあ、あとこう眠れるラジオの提供みたいな感じにするとかね。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました東芝とみたいな、あのあれ、まあ、あれにするとかよね。まあちょいと考えとこう。コメント欄読んでいくかね。すずさん、お忙しい中ぬるっと聞いてみますが、ガスケツさん T シャツは秋にできそうでしょうか。楽しみにしております。こっちもあったね。いやーもうなんかもうなんもやるやるっつってなんも進んでねえな。いやーもうね、まあ夏も終わるしね。もう夏終わっちゃうよ。もう。仕事とサウナの思い出しかないよ僕は本当に。やりたいね。まあもう秋になるんだったらパーカーとかね、そのあたりね作れたらいいなとは思うんですが、とりあえずその9月になったら若干が空く時もあるかもしれないので、まあ、時間あれば時間あればやるわ。あのなんかねちゃんとやりたいんだよね、売るなら。あなんかいいなって思えるやつ作りたいからねっていう、はい、少々お待ちを。キツネさん、純粋にガスケツさんの話聞くのが好きなので、いつかヒーリング音楽なしの眠らせる気ないラジオ聞いてみたいです。生配信でやりたいですね。時間があれば時間があればばっか。1日36時間ぐらいなんないかね。本当にもうやりたいことだらけ、欲しいものだらけ、もう本当にこう欲にまみれてますよ私は、そんな感じでござんすよ。さあという感じですかね。はい、その他にもですね、アンダースタンドさん、M 宮田くんたんさん、R さん、鈴名さん、なたまめさん、かなかなさん、みゃおさん、山田さん、ラーさん、ゼイカムさん、ミセセシリさん、なたまめさん、エルジャンドさん、イッチさん、スラッシュハイフンさん、上友さん、サンサさん、アキコさん、ギアナさん、ナオ246さん、ルンルンルンさん、陽気な407さん、モフカフェさん、ジャスミンちゃん、スズさん、エミリーさん、ヨルさん、サンスラッシュ、ゴールキーパーヒカイさん、クヨさん、大泉洋に似すぎなジェリーさん、カナルテンさん、レイカピアノチャンネルさん、コメントありがとうございました。番組ではあなたのお便りをお待ちしております。お便りは概要欄に貼ってあるお便りフォームから送ってください。その中に記載もありますので読んで送っていただければなと思います。よろしくお願いいたします。さあそれではヒーリング音楽で皆様を眠りに誘うといたしましょうか。あとメイントークもありますんでね、しばらくヒーリング音楽をお聴きください。
はい、ぼちぼちねお話しさせていただきますけれども、大丈夫でございましょうか。今寝てる人を起こさないように静かに静かに話し始めるということをね、毎回やっているわけでございますけれども、はい、なんかさ、先週まあ僕もよく話をしている、Xbox360 というゲーム機がね、昔ありまして、今本当に Xbox 日本だと本当に人気ないけど、360時代は今よりかはこう覇権握ってたというか、今よりかはね、当時もそんなにはなかったけど、まあ、当時ゲーム機といえば、テレビゲームといえば Wii、プレステ3、Xbox だったんだけど、まあ、Wii はさ、ちょっとこうね、性能も低かったから、こう最新のゲームをやるんだったら PS3 か Xbox360、 ただ日本人は大体 PS3 買いがち。でも Xbox は、まあ、北米とかだと Xbox とかの方が売れてて、かつこうだから良質なゲームはすごい多かったんですよ、 Xbox って。でなんかそんなこともあり、こうなんだろう、当時2チャンネルとかでこう Xbox いいよみたいな声が一部で結構あったんですよ。だから僕どっち買うかってなった時に Xbox を当時は、買ったんですね。でまあその Xbox を買ったことがきっかけで僕はオンラインゲームにハマるんですよ。当時中学生なんですけど、中2かな。で当時ね、 Wii もプレステ3もオンラインって無料だったんだけど、Xbox は有料だったのね。で有料なんだけど、有料な分結構そのなんていうのね、オンラインが非常に充実してたの、機能が。でその時にUNO っていうゲームがあるんですけどみんなご存知、カードゲームの UNO ね、あれをこうオンラインでやるっていうあって、でね、そのゲームが Xbox ユーザーの中だとこうコミュニケーションツールとしてとりあえずみんな持っとくみたいな風潮がちょっとあったの、当時で。あとこう UNO 画期的だったのが、当時ズームとかもないような時代に4人でカメラつけて話せたのよ。これが意外と画期的で、ビデオ通話っつったら本当1対1しかできなかった時代だったんだけど、その時はゲームをしながら4人でできるっていう、これがなかなか画期的で、こうみんな持ってたのよ、コミュニケーションツールとして。で俺もなんかこうたまに暇な時、なんか人とこうグダグダ、知らん人とグダグダ喋りたいなみたいなタイミングで UNO をつけて、こう日本人来んの待つみたいな。でちなみに言うと、もう今ではさ、ほんと海外のゲーム結構女子とかもやるけど、当時海外のゲームやるのなんて本当に男しかいなかったもん。で Xbox のゲームってほぼ海外のゲームだから、俺 Xbox やってた時代に女性の声を聞いたことないぐらい、もうほぼ99%ぐらいは男だった。で女性いたとしても声出さないことも多いみたいな。だからもう本当に男友達しかできなかったんですけどでまあその時に仲良くなったやつがいて、でそいつとこうよくゲームするようになって、まあ仮に K 君としましょう、そいつは、K 君ね。でそいつと、まあ、あとそいつの友達の A 君っていう、で K は大阪にいて A は北海道のやつだったんだけど、で K とは俺何度か会ってんの、高校生の時一回会ってるし、あとなんかそいつが K-POP 好きで俺も K-POP めっちゃハマってった時に一緒にライブ行ったりとか、してたんだけど、たまたまなんか先週 K から連絡来て、今東京にいるんだけど飲みに行かないみたいな。あ、いいよっつって、で飲みに行くことになったんだけど、でその時に実は A が今東京に住んでるっていう話になって誘って、だから当時中学生だから、もうほぼ13、4年越しに A と初めて会うみたいなことが先週あって
いやだからもう最初さ、あの店の前で待っててもらったの A に。なんかで遅れて俺と K がこう向かうみたいな形になったんだけど、店の前にいた A もこっちのことよく知らないから、A みたいな、あーもうみたいな、あーやっぱそうだよなみたいな。すごいね、なんかなんだろうね、すごい幼なじみみたいな感覚なのよ、もはや中学生の時から一緒にゲームしてる仲だから。なのに初めて会うみたいなさ、お互いのことめっちゃ知ってんのに初めて会うみたいなさ、すげえ、やっぱなんかで初めて飲んで3人で、で A はさ、なんか地元に友達がいないんだって全然。だから本当にこう俺ら幼馴染なんだって、本当に幼馴染といえば俺らみたいな、は今日初めて会うけどみたいなでも昔話にも花祭でさ、なんかこう生意気にもクランとか作ってん、なんか、ちょっと名前は言えないんだけど、すげえダセえ名前で、そのクラン名も中二病みたいななんかいやーでもやめろみたいな。で当時で K なんかは今もう結構イケイケというか、もうマッチングアプリで女食い散らかしてるみたいなやつなんだけど、当時はもう今じゃね、もうそいつの今じゃ本当考えられないけど、当時は声優さんが追っかけてたりとかだったんだけど、もうなんかその話をすると、うわーなんかやだなみたいな、そんな過去まで知られてんのやだなみたいな。いや新世代よね、オンラインゲームで知り合ったやつが幼馴染っていうまあ今後そんなやつらいっぱい出てくるんだろうけど、我々世代が多分 初というか最初の方なんじゃないかなと思って、でなんかこう Xbox あるあるみたいなのでめっちゃ盛り上がるんだけど、やっぱこんなのお前らにしかできないってうん、いや例えばね、これ Xbox やってたやつあるあるで言うと、あのアーニャといえばあのスパイファミリーじゃなくてギアーズオブウォー のドーンハンマーのアーニャだよねみたいなね、全然伝わんないでしょみんな。あとレディープレイヤー1で何が熱かったとかっていう話になると、こうみんなガンダムに乗ってとか言うんだけど、我々はやっぱこうマスターチーフかとかね、わかんないでしょ君たちわかんないでしょ。そういうさあるあるで盛り上がってさ、で A がね、あのレディープレイヤー1といえばもう俺は今もうほんとその世界に生きてるみたいな、そいつはもうあのライブ2じゃねえや、VR チャットっていうあの VR 世界でコミュニケーションを取るあのソフトがあるんだけど、もうそれにもうドハマりしてて、もうそれの住人になってるっていう。でそいつはそのシンガポール人のあの彼女が VR 空間にいて、もうそいつと愛し合ってるっていう話をしてて、でまあなかなかやっぱこう VR 世界も面白いね、なんかやっぱ飲み屋街とかあんだって、でそこでこうみんな飲んでんだって夜な夜な。いやただねやっぱこう Xbox ユーザーの我々はやっぱこういうオンラインに結構ハマっちゃう体質だから、3人とももう今やもう別々の道を行くし、趣味思考もみんな違うけど、オンライン好きはあるから VR チャットめっちゃ誘われたし、めっちゃ面白そうだなと思ったんだけど、まあ、ハマっちゃうからやめとくわみたいな他2人は戻ってこれなくなりそうっつって。ただやっぱりね、 A はやっぱその道をこう突き進んでるというか、なんかあんま変わんないのよ昔からやってることが。ただ K と俺はもうやっぱゲームもあんまりやんなくなっちゃったし、もう FPS なんてもうほぼやんなくなっちゃったしねえ、まあ K の場合はもうなんかイケイケな感じになっちゃったし、もう俺はなんか仕事ばっかしてて、どっちかっていうとこう映像の方にね、こう趣味思考とか仕事もそっちの方行ってるから、そう A だけもう本当に昔からそんな感じでちょっとこう美少女ゲームが好きでね、でまあもちろん普通のゲームも好きで、海外のゲームも好きで、ちょっとやっぱこうオタクもザオタクみたいな
今もこう変わんないねなんていう話してんね。いやなんか楽しかったな、久しぶりだったけど、やっぱ変わんないなっていうのね、初めて会うのに変わんねえなっていう感想を抱くっていう。でなんかまあまあそんな話をしつつ、なんか K が東京にもしかしたら来るかもみたいな、転職で、あで友達がいないから来るのが嫌だったらしいんだけど、まあ、お前らいいんだったらいっかなみたいな感じになってきたっぽくて、あいやだからさ、もしこれ東京来たら絶対3人でねよく遊びに行くことになるじゃない。そうなるとこうオンラインから一生の友達生まれるのかみたいな、なんかそれってすごい話だなって、あの時 Xbox360 をたまたま買ってたまたま UNO をやってたらなんとなくこう仲良くなった友達とここまで続いてんのもまあなかなか面白い縁だなってね、ちょっと思っております。はい。わあ結構長く喋っちゃった。ごめん、普通だねえわ今日。はい。そんな感じですかね。はい。ということで、眠れラジオこれぐらいにしときましょう。これでも眠れないよという方はシャッフル睡眠法の動画ございます。こちら500万再生以上されている非常に眠れる方法ですので、ぜひとも聞いてみてください。あとねヒーリング音楽はこの後も続きますので、このまま寝落ちという形でも大丈夫かなとは思います。はい、ということで、今まで聞いていただきありがとうございました。お相手はガスケツでございました。おやすみなさい。